久保さんあの堀江さんが言ってましたよ堀江さんが堀江さんがこう言ってたんですけどなんかあの堀江は変わったとなんか堀江は変わっちゃったなみたいななんかよく言われたりねなんか堀江さんは銭げ場でしょうとかなんか金の亡者でしょうとかなんかいろいろ言われるけど俺は変わってないよと俺はずっとこのままだよと 結局、堀江貴文っていう人物をあなたがどう映してるのか、結局、映し鏡であ,るであると。俺は何も変わってないみたいに言ってましたね。そうまあ、結局その、まあ、これは堀江さん自身しか分かんないと思いますけど、僕、直接会ったことないですから、結局僕が、僕が堀江さんを見る姿って、メディアが切り取ったところでしかないんですよ。もう一度言いますけど、 メディアが切り取った堀江貴文なんですよね。もしくは YouTube 上の堀江貴文しか見えないわけですよ。所詮。だ一部であり、切り取られてるし。そ,だその、大悟、なんか大悟さんの炎上もそうだったけど、なんか、僕あんま詳しくないんですけど、その、なんか、結局その、あそこの、その、なんか、 部分だけ切り取られたみたみいな一応まあそこに至る経緯はあるんだけども結局切り抜きさんにそこだけ切り取られて炎上したっていうねうんだから結局どう見るかですよね <laughs> どう見てるかっていうでもはっきり言って僕たちが見,見えてるのっていうのは一部でしかないんですよ一部でしかないですよ ちょっと久保さんと僕はね、ちょっと例外な部分ありますけどね。ちょっと例、まあやりまくってるんで、ここまでやってる人はさすがにいないので、一部じゃなくて、まあまあまあ見せてるとは思いますけど、まあ大体一部ですよ。大体一部ですね。うーん。で、その一部を見てあだこだ判断するわけですよね。うーん。何なんでしょうね。いってらっしゃい。